皆さんこんにちは、島津ですと。まあ、前回もねちょっとご紹介しましたけど、あんまり紹介するとネタバレになっちゃって買わない人が出てくると思うんで、まあ今回はねネタバレにならない範囲でご紹介します。この本はね買った方がいいですよ。非常に興味深い本です。この辰木亮先生のやつ、これはあのね本当に買った方がいいと思います。で、まあ50万部も売れてるんですけど、本当の大災難は2025年7月に来るということが書いてありまして、この本にね、あのまあ大災害じゃなくて大災難と書いてあるところが、これは辰木先生のですね非常にこう意味深なところでして、災難であると、災害みたいなものかな。私ここ読んでみたんですけど、これでいくとまあちょっとこうなんていうのかな、大災難が起きるということが書いてあるんですけど、2025年7月という数字がね出てきたということで、2011年3月とこの方が辰木先生が以前見えた時には大災害という言葉が一緒に見えたと、大災害と。今度はですね大災難というのが2025年7月というあの言葉とともにですね出てきたということなんで、まあそれをですね2001年の1月1日に見たということで、まあこれですね、この上の図みたいになった将来を見たと、未来をね。でですね、なんかな、災難とですね災害の違い、何が違うのか。災害はまあ自然現象、災難というのはこれか、ここに書いてあるんですけど、この本に、もしかして原因が人為的なものによる災難なのかなとも思いました。原因が人為的なものによる、すなわち人が原因のなんとない災いということですね。で、疑問符がついててかなと思いましたというね、かな疑問符とも思いましたとなってて、生きることや幸せを願って前向きに努力してきた人は光り輝く未来と愛が待っているということで、この下の絵ですね、ここの下の絵、まあ、こんな具合になっております。まあ、2025年7月何が起きるのかというのはまだこれからなんですけど、まああと2年ちょっとかな、というところなんですが、まあこうなると、こうなるということで、僕は日本も関係してくる場所でどうも起きるような感じなんですけどね、この本を見てると、だから人為的なものによる災災いということだと私も思いました。まあこれ話が長くなるんでね、あまりここから先の話はね、なんだかな、地震とかいろんなことなんですけど、まあなんていうのかな、長くなるのはあのやめますけど、まあ人為的なものも結構ありますよね、そういう災害の中では、災害と呼ばれているものの中ではね、実はね、まあある場所でダム作っちゃったんで洪水起きちゃったとか、かえってね、あるいは山の木を切っちゃったんでね、保水力が落ちちゃって下流の方で川が氾濫したようなんだよ。災害といえば災害だけど、その雨、そこで大雨降ったっていうのは災害なんだけど、実際は上流の方の山林を伐採したっていうのが原因の何十パーセントかあるんですよ。まあ人的とも言えるわけで、で今はあのなんていうかな、盛んにやってるあの台湾有事とかね、台湾有事もまあどうなのかな、私ちょっとそれはちょっと今あの注目はしてるんですけど、台湾有事とか、台湾有事が起きれば日本もね、影響は受けますし、まあ、台湾有事と、それから、まあ、それが2020何年なのか分かりませんけど、いつ頃なのか、それでも、まあ、起きないで済むっていう世界線もあるんで、まあ、自分がそっちに行こうと思えば行けるのかも分かりませんけどね。
まあいろいろ思いますけど、まあ、皆さんもね、まあ心配になった方はね、やみくもに心配しているよりもこういう本を読んだ方がいいですよ、うん、これたったですね、これ1091円と税金で買えますから、うん、だから非常にいい本なんですよこれ、うん、しかも分かりやすいですよ、漫画に、ね、なってるんで、漫画とですね、待ってるんで、まあこうならないことをね、祈りつつね、はい、まあ、今回はここでやめます。はい、では、皆さん、次回ね、お会いしましょう。